ワクワクするよね。 Round 1 サポートゲージが溜まったらサポートポケモンを呼べるよ。 地道にガードしていこう。 上級者は相手の攻撃に反応してブロック攻撃を出せるんだって。忘れてない？もうサポートを呼べるよ。フィールドフェイズから仕切り直したね。 次のラウンドが勝負だよ。今のバトルは面白かったよ。次も期待して。自分のポケモンを信じて頑張ってるぞ。共鳴ゲージ追加。今ならバーストできるよ。 ごめんね。私も頑張らなくちゃ。どうだった？今回のバトルは満足できた？バトルするポケモンを選んで今回のサポートセットを選んでね。応援スキルはオッケー。 Searching. The new challenger.
ワクワクするよね。相手はどんな作戦を立ててくるのかな。ランクの高い相手だね。次つないで頑張っていこう。残念だったね。向こうは次も同じサポートかな。ラウンド2ファイト。さあ気持ちを切り替えていこう。私のアドバイスは役に立った？スキルポイントを割り振り。新しいアイテムが手に入ったよ。バトルするポケモンを選んでね。サポートセットを決めるのって悩むよね。バトルするポケモンを選んでね。サポートセットを決めるのって悩むよね。どの応援が来た？どんな相手と戦えるかな。私はいつもカップ。このバトルリングは楕円かな。次も同じサポートで行く？ラウンド2ファイト。自分のポケモンを信じて頑張ってね。よし、今ならバーストできるよ。
称号が手に入ったよ。マイタウンでは、バトルするポケモンを選んでね。今回のサポートセットを選んでね。この応援がポッケー、よろしく。どっちのサポートで行く？私はいつも感覚で決めてるけどね。相手の方がランクは上だけど。頑張っていこう。相手の共鳴ゲージが増加したよ。フィールドフェイズから仕切り直したね。エネルギーを取ると共鳴ゲージがたまるよ。危ないと思ったらブロック攻撃だよ。バトル満足できた？
で楽しんでいこう。次も同じサポートかな。Round 2! 私のマニラを応援してるよ。相手の共鳴ゲージが増加したよ。いきなりバーストなんてやる気だね。エネルギーを取ると共鳴ゲージが溜まるよ。自分のポケモンを信じて頑張ってみて。
話のアドバイスは役に立った？スキルポイントを割り振ること。